トレチーメディラバレードは、イタリアのドロミーティにある標高2999メートルの岩山群である。短縮してトレチーメとも呼ばれる。三つのピークという意味で三シームとも表記される。ドイツ語ではドライ、沈念と呼ばれる。イタリア共和国のベネト州とトレンティのアルトアディチェ州の境に位置する。トレチーメ自然公園の中核をなす。三つのピークは、東から、 シーマピッコラ2857メートルシーマグランデ2999メートルシーマオーベスト2973メートルと呼ばれる。ドイツ語では、それぞれ、クライネチンネ、グローセチンネ、ベストリッヒエチンネである。トレチーメは、コルティーナ・ダンペッツォの約15キロメートル北東、西に向かって流れるリエンツァ川水源の南にある。リエンツァの谷は、 南北、約2トル幅、谷の北にはサッソディセスト、東に、モンテパテルノがある。シーマグランデから見た、シーマピッコラ1869年にポール・グロマン、フランツ・イナー・コフラー、ピーター・サルチャーがシーマグランデ、1879年に、マイケル・イナー・コフラーと、ジープ・プロナーがシーマをベストに初登場した。シーマピッコラを登るのは難しく、 1879年に隣接するシーマグランデ島班中にマイケル・イナーコフラーがエミール・スジグマンディに羽がなければ登れないと言ったほどだった。しかし、2年後の1881年にエム・イナーコフラーは頂上へのルートを発見。1884年にスジグマンディがシーマピッコラの頂上に初めて立った。第一次大戦中、トレチーメでのイタリア王国と オーストリア・ハンガリー帝国の直接的な衝突はなかったが、見晴らしの良さは戦略的に重要だった。1915年7月、イタリア軍はシーマグランデ頂上にサーチライトを運び、8月14日夜から高原のオーストリア軍を照らすのに使用した。ありがとうございます。